ただね、小島プロの場合はハイパイから写真持ってくるのはやっぱさすがですよね。さすがですね。一方ババプロね、はい、連チャン中とはいえ、はい、ここでフリテンリーチという選択どうだったんですか近藤は。だからまずあの579で難しいんですね、リアンカー系リアンカー系の選択だったんですよね、はい、難しいですね、で結果裏目に出たんですが、まあ、それでもウパワンのフリテン残して想像が埋まってやっぱりリーチかけないとみんなの手を止められないという思いはありますから。そうですか。でも反撃受けたら厳しいですね、フリテンリーチはね、やっぱりメンバーを見てある程度その親の足止めリーチというんですか、はい、使い分けしないと、ね、すぐこうリーチ出して降りてくれる人だったらもうリーチかけ放題ですけど、なかなか降りないからね。そうですね、連盟は戦うっていうのをモットーにしてるから。そうなんですか。ポリシーがあるんですね、うん、はい、でとりわけね、まあ、今回は森山さんも降りないですからね、はい、古川さん想像熱いんですが全くもう一色手には色気を見せないですね。で近藤は早くもメンツを壊して打っていったんですが、これ国士無双狙いですか。そうなんでしょうね、あるいはまあ先ほどの報酬を踏まえて、うん、ちょっとお休みの一曲かもしれませんね。なるほど、傷を癒す一曲っていうんですかね、まあ、そういう設定もひょっとしたらあるかもしれません。どうするんだろうな、素直にいいわ。あれピンズには手をかけない方がいいんですか森山は。どういう手役をね、あるいは青写真っていうんですか描いてるかなんですよね、はい、ただ森山さんの中ではスパッとこう急勝敗引いてこない限りは、あピンズ行きましたね、うん、このメンタンピンぐらいだね、そっちの方ですね、うん、さあ小島プロがいいんですよ、これイーシャンテン3個含みのイーシャンテン、しかもあるいは暗号になった、おこうなると話は違いますね、まあ、ドラがローソなんでウースは残す、ウースは残すでしょう、ね、チーマン、チーワンかリャンピンかパーピン、そうですね、その3択ですね、うん、どうしたらいいんですかあの2468は。あ手をつけない、うん、ピンズがいい感じなのかもしれませんね、カンサンピン、カンチーピンとかが場の景色は、うん、ピンズが一番いいですよ、うん、ウピン2枚切れてるのに、あれ、小島プロがピンズが一番出てるじゃないですか、はい、いやいやウーピンは来てもウーピンよりもチサンピンとチーピンがよく見えるんじゃないですか、うん、そうか、今小島プロが両面チーでテンパイ取りましたね、ちょっと珍しくないですか、うん、珍しいですね、これは吐くドラドラで OK ですか、つもり3個なんですけど、ただつもり3個の形だけにスルーするかなと、おっとこれは暗冠だ、あでもこれ森山さん痛いですね、チーピン食い流されたらカンチーピン食い流されて暗冠、普通チーピンは泣かないですけどね、ドラもろ乗りですねこれ、もろ乗りなんですが逆にワチが少なくなりましたね、そうかそうか、チーソが1枚でもローソもいる、あローソもいますね、チーソ1枚ローソ1枚ずつですね、ただもうチーピン暗冠しちゃったんで、まあ嘘引いたら嘘引いてももうこのシャンプーのままでしょうね、うん、さ あとはこのドラ読んで、これ積もれば倍満だよね、積もれば倍満です、あの両面チーは目立つよね、じゃっていうか珍しいですね、珍しい、それポンはするけどチーはしないもんね、ローソポンチーソポンはあったかもしれませんけど、うスチームはそんなに薄くないんですよ場にもね、まあ、それほど追い詰められてのなりふり構わぬ攻撃ということになるんでしょうか、小島です、小島先生はトップは取りたいもん ね、はい、でもみんなやっぱ引き気味ですよ、やっぱりね、小島プロが両面チーだと、両面チーだともうドラあるの分かるじゃないですか、こんなんで1000点でねってことはないですからね、だから本当に珍しいな、それでもローソーチーソーは1枚ずつありますか、生きてんす、生きてんす、で積もれば3個がつくので、はい、倍満になりますね、もう森山さんもねチーピン抜かれて缶されちゃいましたからね、森山さんはウーソーにローソーがなんかくっついたらもういけですよね、うんうん、
10番引いてますね。あ、これで戦える手配か、いい戦いになりましたね。そうですね、みんなドラのローソー引き待ってる方、これで戦える、さらに戦える形になりましたね。とりあえずペーで、ピンで、もう想像いいピンがないんだ、はい、もう想像が切れない。バイマンドはすごいな、これはすごいぞ。小島だけをこの G1、 G じゃないと上がれないバイマンですね。なぜか TP 満貫しないんで、はい、三眼光を吐くドラが5ですか、はい、びっくりしましたね、バイマンです、はい、